ですね、ウルトラマン Z を見ていてやっぱり思うのは、その生身の格闘のアクションと、うん、それから昭和のウルトラマンの時にはまだまだ技術的に難しかった、やっぱりこうフレームの外、あの地上に着地した状態で戦っているってことだけにこだわらない、アクション空間の広がりっていうものをこうどう組み合わせて、ダイナミックに見せていくのかっていうようなところがね、非常にもうなんていうか、新作が1年新しくなるごとに、ある種の達成を見つつその先をね、見せてくれている感じがするんですけれども、こうやってですね Z の感想を毎週ですね、述べ合う、最後というところで、五郎渡さんに、ウルトラマンのアクションについて、改めて振り返って語っていただければ、はい、いや、そもそもですよ、ね、私が常に言ってたんですけど、この Z オリジナルは、すみません、わざわざ、はい、Z オリジナルっていうのが、そもそもこのウルトラマン Z ってかなり特殊な編成なわけじゃないですか。今まで例えばオーブとかジードしかり、基本形態があります、はいはい、でそれにサブとなるやつが2つ、うん、でさらにその上に1個あってもう1個上にあるっていうのが今までのパターンじゃないですか。まあなるほど、まだルーブだけちょっと若干異質でしたけど、はいはい、けれど本作まずオリジナルっていうのがあって、でもこいつは基本形態ではない、うん、基本形態はどちらかっつうとあれ、あった、アルファエッジ。でもこいつ、基本形態であると同時にスピード形態でもあるんですよ。現に、デルタライズクローって飛行速度アルファエッジより遅いって公式も言ってるんです。ああ、設定で。設定で確か。で、確かそうなんですけど、かなり珍しいんですよ。最強形態が、実は今までは、1、2、3、4、5だったのが、1、2、3、4、5なんです。で、基本となるのはこれです。オリジナル。で、基本となるんだけど、ろくに登場しないんで、どんな戦い方をするのかよくわからなかった。で、私、先週言ったじゃないですか。オリジナル本人はもう本当に、いわゆる喧嘩スタイルで、思いっきりパンチを振り回して、横殴りで殴り飛ばしてみたいなものだった。これが基本。でも、基本形態における基本、形態としての基本は、ズバリ、空手なんです。もう Z はヒーロー全体で見ても稀に見る空手使い。まあね、変身する人間のキャラクターもそうだったわけだし。だから要するに、そう、今おっしゃったまさにその通りで、はいはい、Z は、ウルトラマン Z としての戦い方の、オリジナルの使えるは Z のオリジナル。で、アルファエッジは、ゼロとレオの力を借りているとはいえ、ハルキの戦い方が非常に出てるんですね。で、翻って、正当強化形態、底上げ強化形態である、デルタライズクロー、うん。これは、この、オリジナルとアルファエッジの要素を持ってる。型にはまらない、荒々しいファイトスタイル、腕を思いっきり回して、相手を引き裂いたりとか、思いっきり荒々しいファイトスタイルと、型のようなアクション。っていうか、こう、ジードみたいな構えをしたり。そうだね、こういう点で。構えをしたり、相手の攻撃をさばいたり。でも、さばいたりしてて、ゼロみたいな拳法スタイルも取るんですよ。で一見すると拳法家にも見えるんですけど、よく見ると相手の攻撃は手堅く避けるんですよ、あいつは。アルファエッジみたいにパッと受け止めたりしないんです。手堅く避けて相手に攻撃を一撃を当てる、ファイトスタイルに見える。より、ハルキとおよびゼロとレオの力を持って作られたアルファエッジの型としてのファイトスタイルがある意味オリジナルの要素に戻って一つ昇華したのがこのデルタライズクローと見ることができるわけなんですね。まあ一応もうちょっと続くかもしれないけど、ちょっと一旦すみません、ちょっとだんだん走り別れてなってきたんで、はい、いやいや、でも僕はもちろん五郎渡さんほど詳しく突っ込んで、わからないところも あったんですけれども、ただ、やっぱりそのウルトラマンのタイプチェンジということの中で、はいはい、結構そのアクションの形態というのもね、変化を持たせた形で見せているっていうのが魅力のね、大きな一つだったと思うんですけれども、馬場さんは、はい、そういった意味も含めたスタッフワークとしてのウルトラマン Z っていうのは、どんな風に、
振り返りますでしょうか。まあ今までその、まあ僕多分、その木戸さん以外だと唯一の皆勤賞だと思うんですけど、まあ何度も折に触れて、はい、ありがとうございます。いやいやいや毎回来ていただきまして。いやいや、ありがとうございます。な基本的に僕も、あの、監督の話を話することが多くて、はい、まあ、そうですね、この回の監督は。そうですね。はい、まあ、やっぱり映像作品における一番の、まあ、その責任者というか、一番こう影響を及ぼすのって、まあ、特にこういう作品だと監督っていうのが大きかったと思うんですけど、まあ、やっぱり今回すごい、まあ、注目すべきだったのは、やっぱり田口京太の監督だったっていうのは本当にあって、まあ、僕、まあちょっとこれ個人的な話ですけど、まあやっぱり僕がそのウルトラマン、特にニュージェネレーションシリーズっていうのに、あの、後ほど名前がついたこのシリーズで結構しっかり見たいと思い始めたのって、やっぱウルトラマン銀河 S が本当に大きくて、やっぱりそれがね、田口監督がウルトラマンに撮るようになって、やっぱ今までにない映像を見れるようになったっていうのは本当に大きかったわけですよね。銀河 S が最初でしたよね。そうです、そうです。ウルトラマン、ね。そう、ウルトラシリーズの中では、はい、そう。まあ、あの、その前にね、あの、ネオウルトラ Q とか。ネオウルトラ Q ですよね。そうそうそう。どっから聞いたことあるなと思って、ね。あと、ウルトラゾーンとか。まあ、そういう、まあ、広い意味でのシリーズには参加されてるわけですけど、そう。まあ、やっぱりその映像の進化と、やっぱりその田口監督の作家性がどう、そのウルトラシリーズの中に入っていくかっていうのが、まあ、毎年、こう、ね、あの、銀河 S から ずっと参加してらっしゃるので、それがどうなっていくかっていうのは、本当に、まあ、シリーズを追う楽しみと同時に、田口監督を追う楽しみでもあったわけで。で、今回の Z っていうのは、なんかそういういろんな意味で田口監督の、今まである要素の集大成っていう感じがすごいしたんですよね。まあやっぱりその、田口監督って自分でもおっしゃってる通り、怪獣が好きっていうのがまず大事にある方じゃないですか。あの、SF とかヒーローよりまず怪獣だっていうふうに。まあだからこそ Z っていうのは、あの、今まで皆さんおっしゃってる通り、特攻機っていうのは怪獣をね、ヒーロー側に据え置くためのその、設定がやっぱり前面に押し出されてたっていうのは、まさにそれに当てはまるものだったと。でそれをどうかっこよく撮るか、あるいはどう特撮映像をすごく撮るかっていうのが、まあ本当に田口監督の担当会は特に強かったし、で、他の監督とかもね、それに引きずられるように、今までのシリーズにもないような映像がたくさん出てて、まあこの相乗効果っていうのが Z の中ですごく魅力的に、まああの、生きていたんじゃないかなと。まあ特にその、まあ僕がちょっと今年はすごかったなと思ったら坂本監督もで、そう、アクションもそう、そう、アクションもまさにそうだったし、あの、一番すげえって思っちゃったのが、やっぱり23話ですかね。あの、要は、怪獣送信劇をやった回があったじゃないですか。田口監督と坂本監督って、やっぱ、もともと全然違う個性のあった人たちだったのが、相互にすごい影響し合って、シリーズの中でも、それぞれの、作家性を発揮してきたと思うんですけど、なんか坂本監督のそういう、なんていうんですか、田口監督から吸収してきたものがたくさんあるっていうふうに本人もおっしゃってましたけど、まあその成果が、あの、怪獣が5体同時に出てきて、まあそれを周囲にヘリコプターが飛んでいる中、あの、まさに王道のね、横移動撮影でバーって撮るっていう、まさに怪獣映画の絵ですよね。あれを やれたっていうのは、なんか、まさに今、木戸さんがおっしゃったそのスタッフワークの魅力としてのウルトラマン Z っていうのが一番僕は大きかったんじゃないかなというふうに。あれはちょっと最終回前に一つの頂点を。そうですね。夢に見たあの複数怪獣対決の一つのスタイルというか、いや、本当にしました、ね、近年では稀に見る手数と規模感っていう感じがしましたね。スケール感が、まあ。そもそもあの、田口監督とかもそうなんですけど、はい、あのニュージェネレーションでもあの、X から先、うん、であのどちらかというとあのアクションというよりかはあの、まあ、ものすごい分かりやすくてゆっくり戦うじゃないですか、まあ、ハイスピードカメラで巨大戦重視ゆっくりして戦ってて、うん、そういうのとあの Z みたいな空手とかそういうあの派手なアクションって合わないっちゃ合わないんですよ、まあ、スピーディーに動くことが結構魅力になったり、そう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 、そうなっちゃわなかったんですよね、この作品は。であのちゃんとアルファエッジはまあさすがにちょっとあれだったけれども、あの、デルタライズクローとか、ゆっくり重厚感があるのに、白熱拳が普通に見え、白熱拳で見えるみたいな。そんな。あれだね、やっぱりあの、それこそ坂本監督はその田口監督と違って、どちらかというと、ヒーローやったらまずアクションでしょってタイプに、じゃないですか。もうちょっと深いんでしょうけど、私はちょっと。ただあの、やっぱりその辺のやっぱり兼ね合いは、やっぱり本当に Z は上手かったなって。てか、僕あの、諦めたんですよ、半分。空手とか拳法とかのアクションを
巨大戦でこの先まともに描写するんだ多分無理だろ。だって物理的に難しくなっちゃう。物理的にどんどんリアリティを追求していくとやっぱり違うじゃんってなっちゃうのがやっぱあるんだ、可能性はまだ残されたんだって思っちゃいましたね。ただあれですね、あのさっきの話はな、今さっきずっと頭の中で片隅で整理したんですけどね、あの改めて整理させてもらったんですけれども、 Z はまあオリジナルの Z はまず Z なんですよ。それがアルファエッジっていう形で型を持ったんですと思うんですよ僕は。型です。型ってあの今でもね、ボンね、鬼スレイヤーの漫画でもね使われている概念ですけど、武術において型ってそのうちだんだん消えていくもんなんですって。だんだんあの型っていうのはもちろん稽古とかも使うし、型というものは実践にも活かせるものが山ほどあるんだけど、最終的にその型というものはこなれていって徐々に身に吸収されて型というものはなくなっていくんだと。5つある型が3つになって、3つある型が1つになっていくんだと私知り合いから聞いたんですけどね。じゃあこなれた型の完成形は何だろうって言ったら、デルタライズクローではなくて最終巻 Z だと思うんですよ。最終巻、そう、最終巻 Z って前先週も申し上げました通り、ものすごいあの喧嘩スタイル、相手を大幅に避けてドカ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 と殴りつけてフックパンチでドーンみたいな。でもあれってハルキなのかな Z なのかなって Z だと思ってたんですけど、冷静に考えるとあれは結局ハルキなんじゃないか。ハルキと Z、 ハルキというものは空手使いですから型というものがあるんです。でもあの最終版の土壇場において型というものは完全に砕けて、 Z の喧嘩スタイルとハルキの型が砕けて完全に一体になって一つの実践という形で昇華されたんじゃないか。なるほど。そういった意味でもクライマックスだったってですね。そういうです。だから、あの、桜田門外の編において、あの、これも私の知り合いがね、聞いた話なんですよね。あの、桜田門外の編でものすごい剣の達人がいっぱい集め寄ってもう言い直すけど戦ったんですけど、ある人曰く、もう稽古で習ったまだ一つも活かせなかった。って言ってたらしいんです。実践では。そう。だからあの瞬間、私はね、あの武術が好きなんで武術体系として Z を見てる側面があったんですけど、あの瞬間ある意味 Z の武術は完成したと私は思います。その意味でのその語りもね、先週のね最終回の時の収録を経て今日また語りとして昇華したというね、やっと感じた、ね、感じがしましたけれどもね。いやーもう先週はすみませんでした。はい、で、そんな感じでこう Z を振り返ってきたんですけれども、馬場さんはですね、はい、早稲田大学の特撮評議会の皆さんをねスケジュールを確認して毎回ですね、来れる人と一緒にね来ていただくというような形で、はい、まあ、全般にわたって、関わってこられたわけですけれども、本当にお疲れ様です。はい、で、まあこういう毎週集まるというスタイルの最後というところでですね、ちょっと総括的に、はい、一言おっしゃっていただければと思います。そうですね、はい、まあ、僕もまあこういう形でそのもうテレビの放送されているものを見て、その直後に毎週集まってっていう、もうかつてないライブ感でウルトラマンを楽しむことができた。それをやりたかったっていうのは僕自身がね、はいはいはい、あったもんですから。本当に木戸さんとそういう話もこれを始める前にもちょっとしてましたけど、まあまさにそれをこう体感し続ける、まあ、半年間だったなというふうに思いますね。まあそのやっぱりウルトラマンが今まで好きで見てきて、でまあ僕その特撮系ライターとして、まあ、ウルトラマンに関する文章もちょっとお仕事で書かせていただくことも最近では増えてきたんですけれども、まあそのウルトラマンの魅力をどうアウトプットするかっていうのがすごい、まあずっと、まあ、考えて実践していることで、で Z っていう作品そのものもそれに近かったなと、うんうん、まあ、そうですね、 Z っていう作品って本当にそのキャラクターの数もそうですし、うん、そのまあ設定もそうですし、まあ本当に今までのウルトラマンが持ってきた要素とか文脈とか、うん、まあ設定とかキャラクターもそうですけど、まあそういったものをこれでもかとぐらい出して、結構詰め込みましたね。そう、本当に詰め込んでて、で、それをさっき僕が言ったようなスタッフワークでも統合していって、まあやっぱりその、まあさっき田口監督が最大の功労者だっていうふうに言ったんですけど、まあその、放送前に残念ながら亡くなってしまった、まあ、吹原康太さんっていう脚本家が、まあ、シーズン構成を田口監督と一緒に務められた中で多分組み上げてきたものっていうのもたくさんあって、まあ、それがこう、ね、Z っていう作品の、まあ、面白さにもなったし、
あの作品がね世の中で受けたっていうのがみんなわかるじゃないですか、うん、これって本当にすごいことだと思うんですよね。ウルトラマンが今後どうなるのかっていうのは毎年のようにもまあ言われてしまうのはまあこれはまあテレビ番組の宿命だとは思うんですけど、まあそれがここまでこうポジティブな形で終えられたっていうのはまあ感慨深いものもありますし、そのまあ最そうですね、その総括と言うべきかちょっと難しいんですけど、まあそのウルトラマンっていうシリーズで僕が一番注目してるのってやっぱり人間とウルトラマンの関係なんですよね。まあそのここにちょっとねクロニクルでまあ来週からメインを Z と一緒に貼るティガっていうのがありますけど、まあやっぱティガっていうのもやっぱ人間とウルトラマンの関係がまあ最後 SF とかあのいろんな要素と絡まってすごいものになっていったわけですけど、まあ Z っていうのはまあ最後にてか最初にこう Z がいてハルキがいてまともに誤称はできなかったわけですよ、大地は。そう、もうよくわからん。日本語も食い違うし、どうなってんのかわからんみたいな感じだったのが、うん、まあこのデルタダイズクローが出る中盤、まあ要は先週も言いましたけど、まあ Z とハルキのドラマが一つ区切りがつくときに、あの、一緒にメダルを入れるわけじゃないですか。ね。あの、まあそういう形で誤称はするっていうことがどんどんこの作品を通した軸として盛り上がっていった中で、最終回どうなってたかっていうと、要は、横隊員がメダルを一緒に入れるんですよね。まあ、これって、まあ、ティガのテイクミーハイヤーにちょっと近い行動があるわけですよ。レナと一緒に飛ぶっていうところで、ヨーコと一緒に変身して、ご昇馬するっていう。まあ、まさにその主題歌としてね、ご昇馬ください、我の名をっていうのが Z であった中で、まあ、こういう形で最終話に使ってきたっていうのはもう、なんていうんですかね。本当にテレビシリーズを追いかけてきた中で、まあ、見る側の本当に受けられる最大の感動だったんじゃないかなと思いますので。まあ、こういう形でそれを言葉にできて、ちょっと僕もすごい嬉しいですね。はい。本当に半年間ありがとうございました。ありがとうございます。もともと私はですね、あの、評価としてスタートしたときに、ウルトラマンのことを作品、脚本を通して、語った本で最初の単行本だったんですけど、 その時点でウルトラマンシリーズ、昭和のウルトラマンシリーズがリアルタイムではもう過去のもので、自分の生育期に影響を受けたものとしてということも含めて、書かせていただいたんですけれども、そのウルトラマンティガーで16年ぶりに、平成のウルトラマン現役で放映された時に作品そのものにインパクトを受けたし、やっぱりこれはあの今度はリアルタイムで、ちゃんとその作品を受け止めて発信した方がいいんじゃないかと、うん、つまりあのこう10年20年経ってからではなくてというふうにこう思ったんですけれども、でそれが講じて、これはあの以前来て、いただいた中澤武さんがね、ゲゲゲの鬼太郎の6期をですね、はい、毎週レビューしていたというのを見てですね、昨年ですね、ああ昨年ね、あのウルトラマンの新作でも放映のその日にレビューするというですね、そういうようなことができたらあの面白いんじゃないかなと思っていたところに、大河で、ニュージェネウルトラマンが終わりでと思っていたのが、田口監督で、ウルトラマンをまたやるということで、これはもうあのその機会としてあの自分としてもと思ってですね、あの馬場さんたちに協力を得て、まあ、こうやってですねなんと完走することができたということでですね、あのまたですねこの映像はですね、残っていくと思うので、またこういったレビューも一つの何と言いますかね、この人はこういうこと言ってるんだ、自分はこう思うけどみたいなねところで、また見返していただければというふうに、思います、どうもありがとうございます。じゃあ、ありがとうございます。ありがとうございました。